部活中継です。もう間もなくパリオリンピックということで、まあ、スポーツ注目されていますけども、今日はこちらネイビーズアフロのお二人が、部活中継ウェイトリフティングをお伝えしてもらいます。皆川さん、はじいさん、リフティングを紹介したいと思います。ガクトさん、あのうなぎのようにつかみどころのないオープニングトークありがとうございます。お上手、お上手ね。まさに今練習中ですよ。はい、一口にウェイトリフティングといってもいろんな練習してます。うわすごいすごい。さあ、男子14人、女子4人、マネージャー2人の20人で活動している部活です。筋トレやったり実践やったり今してますけれども、じゃあちょっと話聞いてみましょうか。はい、皆さん集まってください。すごい、うわすごい。さあ、いや勢ぞろいで皆さんありがとうございます。はい、さあこの中にはですね、全国大会出場を決めてる、部員もいるそうで、はい、手を挙げてください。お、男女1人ずつ。さあ、じゃあまずは野井式さん、さあ2年生で49キロ級に出場、2週間前に全国大会があったそうなんですが、はい、いかがでしたか？初めての全国大会で少し緊張してしまって、あまりいい試合ができなかったので、もっともっと練習して次の全国大会につなげたいと思ってます。野井式さんまだ2年生ですから、はい、ね、来年リベンジの機会があるんで、ぜひ頑張っていただきたいと思います。早く留年すればもう一回出れるかもしれない。結局出られないと思います。出られない年齢的にもそうですか。はい、さあ藤原くん、8月に大会があるそうなんですけども、はい、どんな感じですか？そうですね、まあ兵庫県ナンバーワンイケメンリフターとして、まあ、表彰台立てるように頑張りたいと思います。おいちょっと表彰台立てるか筋肉聞いてみていいですか？どんどん次いくの。筋肉に効く？イケメンビルダー、おい筋肉、お前は表彰台に立てるのかい？立てないのかい？できない。できるのかい？意外にしゃべよ。信じられないと思いますけど、今藤原くんのお母さんが後ろで見守ってます。すごい調子良さそうです。いや良さそうじゃないよ、悪そうだろ調子。練習をどんどん紹介していきたいと思います、はい、お楽しみに。面白い。では再び部活中継です。今日ご紹介するのは明石市大久保町にあります明石北高校です。まあ、スーパーサイエンスハイスクールに指定されているなど、まあ、進学校ですよね。そして今日はウェイトリフティングということで、それでは呼んでみましょう。ネイビーズアフロの皆川さん、はじいさん、はいはい、後半もウェイトリフティング部を紹介したいと思います。はい、今まさに練習中ですね。すごいな、はい、ね、すごいな、ね、すごいです。この左側の蚊の懸垂、ね、懸垂紐を持ってる人もいます。すごい、なんか鎖がついた棒を持ってる人もいますね。いろんなトレーニング方法あるんだな、あんなトレーニング。さあちょっと詳しく聞いていきたいと思います。教えて教えて。みんな集合、集まってください。いやすごいです。みんなの熱気でサウナ状態ですけれども、ね、暑いですけれども。さあ藤原くん、はい、じゃあ重いバーベルを持ち上げるためにどんな練習をしてますか？そうですね、まずは正しいフォームの練習からします。あ、筋力つけるより先にフォームを磨くということですか？そうですね。なるほど、ちゃんとやるとこは正しいフォームで持ち上げないと怪我にもつながるのでまずは正しいフォームで練習します。なるほど、人別人やないか。本当ですね、真面目ですから藤原くん。こんなんやってたの。真面目なんです藤原くん。メリハリがあるんです、ちゃんと。メリハリが、はい、ああ、じゃあ一回皆がちょっとやってみたら、うん、これで、じゃあこれ練習用の棒ですね。そう、自分が正しいと思うフォームで、はいはい、じゃあ今から僕やるんで見たまんま、はい、いつもオリンピックとか見てるまんまやるんで、あかんとかあったら指摘してください、うん、はい、もうすぐ止めます、止めてください、はい、じゃあ行きます。はい、ちょっと待ってください。え早い、ちょっと待ってください。早い早い早い、ね、はい、横から見てもらったら分かると思うんですけど、はいはい、皆川さん背中が丸まっているので、はい、このまま行くと椎間板がバキョンします。ふざけんな。椎間板とは
長いお付き合いをしていきたいですもんね。はい、そのセリフ、どうしたらいいかな。そのためにはまずきちんと立っていただいて、しっかり背筋伸ばした状態で、うん、はい、バーベル持ってください。そのまま下げる。確かに、確かに、確かに、見る見る。この状態で、はい、オリンピックどういうこと。背中がピンとなるので、さっきより頑張りますね。はい、この状態で一回上げてみてください。このまま上げますね。はい、お願いします。何しとんねん。何でやねん。何しとんねん。すいません、ちょっと間違えました。ダメです。ちょっとじゃあ、お手本見してもらっていい？はい、ごめんね、藤原君。ちょっと集中するんで、うん、ちょっと集中して。お手本見せて。お手本見せて、しっかりお願いしますよ。頼むよ。うん、お、お願いします。何をしとんねん。帰ってくれや。何をしてんねん、二人でほいで。何をしてんねん、ちょっと。地獄な二人。何を見せられてんの。喉絡むな。はい、以上、以上になります。以上とか。何以上って、はい。ちゃんとしたやつ。ちゃんとしたやつ。正しいやり方は、はい、バーベルを持っていただいて、はい、しっかり背筋を、綺麗やなかった状態で、体に沿わして上げていきます。はい、綺麗。この状態で、ここまで挙上していただいて、お、わー、すごい。音すごい。すごい。全国レベルの選手ですから。そうですよね。はい、ありがとうね、つけて。ありがとうございます。はい、でもやっぱね、皆さん見てて思うんですけど、うん、上半身より下半身の方がすごい。ちょっと、例えばちょっと、山野くん。はい。わ、すごいな。足見てください、この。うわうわすごい。これはすごい太さ。隆起してますね。隆起、そうですね。筋肉、隆々と、これこのこと。山野くん、やっぱ足の筋力が必要なんですか？はい、なんかバーベルを持ち上げるのには足の瞬発力が腕力より必要です。なるほど、足の方が大事なんや。はい、じゃあ足鍛えるためにどんな練習があるんでしょうか？あ、それこれなんですけど。あ、これや。あ、これや。はい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 。ほう、これ背中にバーベルを乗せて股関節を曲げて行うスクワットなんですけど。え、ほう、これ持ったまま？これを持つってことやね。そうです。これ何キロあるんですか今？これはその棒が15キロあって、横に 27.5 キロついてるんで、合計で70キロです。うわー、ちょっと、はじりくん、じゃあ。え、これ持ったままスクワットするってこと？本気で恐れてるじゃん。いける。気をつけてね。いける。補助ついてあげて、補助。いきます。気をつけて。よし、あ、持ち上げた。上がった上がった上がった。よいしょー。違うな。下行った時も持っていないと。なんか ここめっちゃしんどいんだけど、ここむちゃなくて。違う、そうですね。置いてるから。この台の力を借りて。違う、無理。今日楽しそうだな、上げるけど。今日楽しそうだな。あ、ここまでしゃがむのが無理やって。あ、でも持ったまましゃがむはね、ちょっとね。絶対無理。はい、ほんと楽しいです、今日。いつも楽しいですけれども。ちょっと見して、これ。はい、誰か見本を。来た。おー、全員の意識さん。ちょっとじゃあお願いしていいですか。だって何キロ級って49キロ級だったよね。49キロ級のね。で、はい、70キロ超え。おお、まだいけんね。え、うわうわ、すげえ。返しすごいな。すげえ。すごいな。すごいね。すごい。なんでウェイトリフティング始めたんですか？先輩たちが勧誘してくれて入りました。もともと何やりたかったんですか？もともとバドミントンとか。全然違う。全然違う。テニスですもんね。テニスです。すごいわ、のいしきさん。すごいですね。いや、まあ、こんな練習やってる部室なんですけれども、はいはい、ちょっと気になるもの見つけまして。何でしょうか？ちょっとね、こちら皆さんいいですか？何僕の方に何かある？そうなんですよ。ここにね、もう重そうなものばかりですけれどもね。気になる、これはちょっと見てください、これ。はい、これ何？あれ、 おにぎりがいっぱい並んでるんですよ。え、これちょっと、あ、太郎くん、これは何ですか、このおにぎりは？あ、このおにぎりは、僕たちが食べるために、マネージャーが用意してくれました。マネージャー、はい、マネージャー来た。お兄さんと岩佐さん、はい、え、2人で作ったんですか？はい、部員たちは栄養を取ることで体を大きくして、より重いバーベルを持ち上げるようになるので、練習後に食べられるように毎日2人で用意しています。素晴らしい。マネージャーの仕事、
見てください、このね、ふりかけもいろんなラインナップあって、しかもここには、このプロテインもね、多種多様に取り揃えられてます。絶対食べるなよ。見てください、これ。見てください、このプロテイン。ハロー専用。絶対食べるな。ハロー専用。食べれるか。絶対食べるなよ。みんなのこんなんですよ。すごい、たくさんの味付けがあって、ふりかけもこれみんなのためにいろんなものを買い揃えてますね。すごい素敵、マネージャーさん。はい、マネージャーさんもね、はい、これはもうこの存在ありがたいですね。はい、これからも支えていってあげてください。ありがとうございます。はい、じゃあ最後やっぱね、はい、すごいとこ見したいので、はい、はたくん、はたくんに、はたくんの方行きましょう。さあこれすごいですよ。さあはたくんにはですね、はい、もうついにバーベルを持ち上げていただきたいと思います。あ、本気だ、はい、本気だこれ。さあ、あ、ベルト巻いてね、うん、あ、手に粉もつけて、はい、さあ、はたくん何キロいきましょうか。110キロです。110キロ、大丈夫ですか。すごいね。110キロ。重いでしょ。いや全然軽いですね。ちょっとだけ上げてよね。ちょっとだけ上げて。130キロです。なんて？130キロです。130。130キロ。これ持ってへんもんな。ちょっとだけいいですか。ちょっとだけグッて。ちょっと腰気をつけて、腰。腰気をつけて、腰。さっき習ったやつだね。さっき習った。放送事故になっちゃう。何の動きもないから放送事故。力入ってるのが分かりますね。徐々にお前が高くなっていくだけの映像、放送事故になっちゃうから。微動だに。いや無理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 。これはすごい。はたくんすごい。すごいな。あ、すごいわ。じゃあ最後は藤原くん、はい、じゃあちょっと、カメラの前の方にお伝えしたいことありますでしょうか。はい、今年度は県、近畿ともに、団体2位という成績だったので、次からは県と近畿両方団体で優勝して、いい活躍ができるように頑張りたいです。いけるいける。よいしょ。いや本当ね、真面目な藤原君と、はい、不真面目な藤原君が。いや不真面目ではない、不真面目ではない。今日頑張ってくれてるだけで。そうですか。超真面目ですから。いやすごいメンバーばかりですからね。はい、ちょっと引き続き大会も頑張ってください。はい、さあというわけで本日は明石北高校からお送りしました。お返ししまーす。いやー雰囲気良かったですね。いやすごいね、やっぱりああいうムードメーカーがいて、はい、真面目にやる子もいて、女性もいて、もうすごいバランスいいんじゃない、ね、ここでね、うん、団体で優勝を、ね、狙ってまた頑張ってほしいなと。で優勝してふざけてほしいな。あ、なるほどね。バランスですよ、ね、そうそうそう、はい、優勝してふざけたら何でも OK だから。あの今日は明石北高校の部活中継ですけど、ちょっと来週が一回お休みということになります。